始まります。橙色のユニフォームが愛媛県立伊予高等学校、紺色のユニフォームが神奈川県慶応義塾高等学校です。
辰徳選手が入りました。Oh, my God.
Oh!
交代をお知らせします。伊予高校7番宮本拓也選手に代わり11番
番関谷雄太選手が入りました。
21分、慶応義塾高校4番高木春樹選手でした。終了しました。
神奈川県慶応義塾高等学校対愛媛県立伊予高等学校の試合は5対1で神奈川県慶応義塾高等学校が勝利し、明日の2回戦に進出します。